はい、こんにちは。今日はですね、EOS M100 で、光を、車の光を伸びてるような撮影をする方法を説明したいと思います。まずは、カメラの設定なんですけども、このシャッター優先 AE っていうのを押してください。そして OK を押してください。これシャッタースピードなんで、シャッターのスピードを変更してうまく光を撮影することができます。で、TV で押してもらって、このシャッタースピードはここのボタンを先のほどのここを選択して、そして右左って、すると、シャッタースピードを変えることができます。こっちになればするほどだんだん画像が暗くなっていって、るのがわかると思います。というのはこれ車の動きをはっきり捉えることができます。ただデメリットとしては、暗くなるんですけども、こうやって、左側にすればするほどこれ30秒でずっとシャッターを切ることになります。そして、できれば絶対っていうか三脚を絶対使ってください。じゃないと、カメラがブレてしまいますので、三脚は絶対に必要だと思ってください。用意してくださいね。で、あとは、シャッターこのスピードをできる限り、左にすればするほどその30秒間ずっとシャッターが開きっぱなしなんで、その間、の30秒間の間の映像の写真が、この1枚の写真として表されます。だから今のこうやって撮っている車もしっかりとその30秒間の間の、写真を撮ることができます。はい、じゃあ実際に、今回はここダイヤルを一番開きました。で、ISO はできる限り、こう右にやると明るくなるんですけども、そんなに明るくずつ、30秒間っていうことはすごく光を取り込む量が、長いので、明るくなってしまいます。シャッターを押しました。で、この30秒間ずっとシャッターを切っているので、絶対に動かさないでください。触らないでください。ですね、すごくね、動きがシビアなんで、できればセルフタイマーで撮影するといいかもしれませんね。で、ずっと、はい、今こんな感じに今写真が映りました。いかがでしょうか。このようにしてね、また画像が暗いと思ったら ISO を上げたりとか、そしてまたこっちのねダイヤルで調節しながら、明るすぎると思ったらこっちで、暗くしてみたりだとか、もし暗すぎるんだったらもっと左にしてみたりだとか、そこはうまいことね、ここの ISO とここのシャッタースピードを調節しながら撮影してもらえればなというふうに思います。今日は以上です。ありがとうございました。